スファイアトガースファイアトガースブヤトゴールは1916年にロシアのワシリー・スレサレフによって開発された巨人機である。神話の巨人の名前から名付けられた。サンクトペテルブルク工科大学の空気力学の教授であったワシリー・スレサレフによって設計された。1913年に開発が始められた。木製ハフバリの翼と胴体を持ち。 二つの直径6メートルのプロペラで推進される設計であった。異常に大きい1.5メートルの前輪と2メートルの後輪が取り付けられた。エンジンは胴体の中に置かれた。多くの人々の興味を引いたが第一次世界大戦が始まる前に資金を得ることはできなかった。EM マリンスキーによって10万ルーブルの資金が与えられ、1914年12月から製作が 始められた。適当なエンジンが得られなかったので、セッペリンから降ろされたものの取り付けが試みられた。その結果がうまくいかなかったため、フランスから220馬力のエンジンを入手する契約を結んだ。エンジンは1916年1月に到着した。資金は不足していたが、設計の改修は続けられた。動力伝達の問題と1921年の ワシリースレサレフの死によってプロジェクトは中止された。ありがとうございます。